どうも、なおちんです。さあ、今日も未来のトランクス編行ってみましょう。瀕死のトランクスは奇跡的に命を取り留め、5日後ようやく目覚めることができた。自分の力不足を痛感したトランクスはブルマの助言に従い、タイムマシンで過去に行くことを決意した。よし、心臓病の特効薬、間違いなくソン君に手渡してあげてね。あまり無理しちゃダメよ。はい、母さんも気をつけてください。じゃあ頼んだわよ。それじゃ行ってきます。こうして過去に向かったトランクスは、地球を襲撃に来たフリーザたちを撃退し、若かりし頃の父ベジータや母ブルマらと出会う。その後、地球に帰還した悟空に心臓病の特効薬を渡し、3年後に起きる人造人間襲来を警告するという目的を無事に果たした。トランクスは別の世界の未来に変化が起きることを期待しつつ、母の待つ現代へと帰還した。ただいま、母さん。おかえり、トランクス。タイムマシンはちゃんと動いた？はい、無事に過去の悟空さんに薬を渡せました。よかったわ。まともにテストもできなかったから、タイムマシンが故障しないか心配だったのよ。まあ、私の作ったものだから大丈夫だとは思ってたけどね。それで、その他のみんなにも会えたの？はい、若い頃の母さんやご飯さん、それにクリリンさんたち、もちろん父さんにも。若い頃の私にも？どうだった？美人だったでしょ？ああ、もちろん今も美人だけどね。すぐに俺を信用してくれました。血のつながりみたいな、何か感じてくれたのかもしれない。そうね、多分そうじゃないかしら。私のことだし、あまり何も考えてないかも。ベジータにも会えたのよね。どうだった？結構嫌なやつだったんじゃない？そうだな、嫌なやつとまでは思わなかったけど、気難しくてプライドも高そうな雰囲気だったな。まあそうね。それに近寄りがたい感じだったから、あまり話せなかったよ。俺の正体を明かすわけにもいかないし、ただ会えたことはやっぱり嬉しかった。そっか。でもまあ、あまり話さなくてよかったんじゃない？話しかけたらもっと不機嫌になってたかもよ。やっぱり気難しい人だったんだね。まあね。でもただの冷たいだけの人ってわけでもないんだけど。そうなんだ。もっと話ができればわかるのかな。とにかく次は向こうの世界に人造人間が現れた時間に行って、みんなを応援しないと。悟空さんたちが人造人間とどう戦うのか、せめて弱点なんかが分かればいいけど。それじゃあ早速タイムマシンのメンテナンスをして、また往復分のエネルギーをチャージしなきゃね。もう少し先になると思うけど、あんたは次に過去に行く準備をしておいてね。ああ、そうするよ。トランクスのレベルはもうマックスなんだけど、必殺技がね、まだ全部覚えてないんだよね。覚えさせたいんだけど、ちょっと足りてないっていうのが現状です。どこにあるんだろうね。ちょっと今日それをね、探しに行こうと思います。振り切れない。とりあえず倒すか。
こにあるんだろうね、全然わかんないや。お、そうか、レベル250ぐらいの敵が出るんか、強えな本当に雑魚敵の方がもう強くなってるもん。 HP もちゃんとしっかり削られるからね。どこだ、修行場どこだ、どっかこの辺にあったと思ったんだけど、あ、あったあったあった。あとメダルが何枚だ、あと7枚か、あと7枚。いや、これがね、ないんだよな。結構いろんなとこ探したんだけどね。多分、この海の中とか、そっちの方にあったりするんだろうな。もう、敵が多い。追撃ぐらいじゃ全然ダメージ入んないな。うわお、そこだ、吹き止め。おお、全然当たんねえな。ああ、バニングアタックはやっぱ無難か。オッケー。これ探していくの結構めんどくさいぞ。